はい、こんにちは、まえチャンネルまえはらです。はい、今日はこちらですね。うん、デリシャスチップスです。はい、これがですね、なんとネットですごい話題になってるですね、もうめちゃくちゃ美味しいポテトチップということなんで、ちょっと買ってみました。 はい、うん、すごい楽しみだね。デリシャスチップス、アメリカのやつなんだよ。チップスオリジナルフレーバーって書いてある。わかんないけどね、デリシャスチップスって書いてありますね。全て表記は英語になってます。まあでもなんだか見た目は普通のポテトチップスみたいに見える。そうだね、でもほらなんかコックさんこうなんかこうなんかつけてあーみたいな顔になってるからさね、なんか楽しみだね。そうだね。はい、じゃあちょっと早速開けてみましょうか。はい、はい、もうちょっともうちょっと、あれ？ちょっと待って。パパ。わあ！わあ！わあ！この仕掛け。はい。ということで、エイシックへのドッキリ第2弾でした。いやあ！マジかー。ちょっと動かしたらこれ中がねスプリングになってるのバネになってるからボヨーンって出てくんだよこれ。ということはこれがねそうそうそう、マジか、騙された。今日はね、エイプリルフールなので、まあちょっとこういう冗談もいいかなと思ってやってみました。はい、ごめんなさい、シェイクびっくりした。こうやって入れて、こうやってやって、はい、ここ上ちょっと閉めて、あ、こんな感じ。あ、これでこれでもう一回開けてみるよ。せーの、うわ面白いね。はい、ということで今回はエイシン君にまたドッキリを仕掛けてみました。今回大成功、ドッキリ大悲惨でした。でもエイシン君のいい顔が撮れたんじゃないかな。ちなみにですね、こちらのデリシャスチップはですね、はい、Amazon で売ってますので、はい、気になった方はぜひチェックしてみてください。はい、はい、ということで今日の動画がですね、もしよかったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いしますね。ドキドキしてんの？あ、ドキドキしてる。ごめんね。そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、はい、ぜひチャンネル登録もお願いします。はい、そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、それとマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので、そちらのフォローもお願いします。はい、じゃあこれもう一回縮めて最後に一回出そうか。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。